ケイチェ行こう、イエーイ。ナイスキャリー。ごめん、してなかった。あ、大丈夫ですよ。風評被害出てきた、ちゃんと。はい、ありがとうございます。あ、ちょっとキャリーちゃん行ってきていい？私行ってきていいですよ。で、ごめんね、見てて、いっぱい。あ、わかりました。あ、ちょっと見てたのに、どうぞ。めっちゃ人いるんだけど、上の。やば。まだ出てきたね。アホタミありがとう。アダミ奈良ちゃんからありがとうございます。わかんなくなってきちゃったこれ。警察呼ばれるわ。キャリーちゃん、起きて、本当にマジ警察呼ばれるか。警察呼ばれるって大丈夫。お兄さんあそこに Q1 つけてたね。あ、ごめん。あ、これがパンダサワー。はい。パンダサワー。かわいい、上の。かわいい。めっちゃかわいくないこれ。かわいい。パンダサワー。かわいいよね。かわいい。キャリーちゃんメガだから、早くアッパー。メガだから、来たよ、キャリーちゃん。あった。ねえ、お箸。俺、お箸だから。やばい。イェーイ。乾杯。ストローで飲むんだね。あ、美味しいかも。ほとんどジュースだ。ジュース、うまい。大丈夫。大丈夫です。疲れた、ちょっと。女優派で。イエーイ。女優よ。女優派。ありがとうございます。大丈夫。ここ安いね。海鮮丼で1500円だ。安いですね。結構上野はさ、新鮮だから美味しいよ。あー、嬉しい。キャリーちゃん、もう灰皿と。でももっと大きいイメージだよね、海鮮丼ってね。ねえ。ちっちゃかった。1500円って言ったらもっと大きめのやつ想像するよね。楽しい、今日めっちゃ。楽しい、よかった。いつもさ、なんか変態みたいな話すごいじゃん。山田の平成だもん。クズみたいにばっかじゃん。養分とかさ、ゼロワンとかさ、やっぱ女同士だとなんか楽しい。女同士いいですね、奈々ちゃん。楽しい。女の心も増やそうかなってちょうど思ってた。あ、そうなんですね。
なやちゃんどっちが女の子と男の子？男の方が好きね。男好き。私も男。でもなやちゃんどう、みんな率直で面白いっしょ。面白い。桃奈々ちゃんより面白くない？あ、そんなこと言っちゃダメだ。怒られる。ナンパよ、ほらやだー、ナンパ待ちやだ、ほらうわ、結構かけるね、結構かけちゃった、結構かけるね、結構かけちゃった、ぶっかけね、ぶっかけ、ぶっかけで、そうぶっかけ。健康診断とかしてる？してないです。してない。した方がいいですか？いや、大丈夫だと思うよ、全然若いし。いただきます。どうぞ。キャリー丼ぶり。ペロリといっちゃって。ペロリといっちゃいます。キャリー丼ぶりちゃん。あ、美味しそう。もうぐちゃぐちゃにすんのが美味しい。あら。これどっちなの、この顔。うまい。新鮮？うまいって。味は大丈夫そうね。味は。味美味しいです。でもちょうどいいサイズかもね。ちょうどいいかも。程よい。わお。熱々。やっぱり、いいね。これなんだ、醤油かけんのかな？醤油かけましたね、私。いい感じ？うん。混ぜ混ぜ。混ぜ混ぜ。いただきまーす。熱っ。熱すぎ。熱いよね。絶対やばい。熱くてモテない。なあ。あ、美味しい。美味しいよ。しょっぱい。美味しい。うん、しょっぱ、めっちゃしょっぱい感じ、やばい。
ダメだ。疲れてんのかな。疲れちゃったね。どこなの。もう私もおしっこ漏らしちゃった。もう全部びっちゃびちゃになったぞ。キャリーちゃんどうなの、キャリーちゃん。漏らしてもうトイレ中今掃除してた。トイレの中全部ビャーって。エレベーター近くを。どこ？エレベーターってどこよ？改札のとこ行ったけどいなかったよ。エスカレーターのとこ見たけどいなかったって。ここ？もう改札の近くだよ。いないじゃん。どこ？もうここにもおしっこついちゃった。今ノーパン。エスカレーターの上？改札ってでもあそこだよ。ファミリーマートの横？どこ？ファミマの横ってどこ？改札はあっちだよ。どこ？後ろ？ちょっとダメ、コメント固まった。じゃあエスカレーターっていっぱいあんだよ、上のね。めっちゃあんの、何十機も。どこ？今のとこ？ここ？千引き屋？線引き屋？ここでいいの？ここで短いとこ。こっち？もうやだもん。もう全部びじゃびじゃ、全部濡れた上も下も。カバンも。いや、わかん、あ、リスナーさん？ごめん、ごめん。ありがとう。あ、お友達です。あ、そうです。連れて帰るから大丈夫。大丈夫かな？起きないの？ダメなんですよ。キャリーちゃん？起きない。失神してんの？息は？息はあるんですけど。あ、じゃ、キャリーちゃん？嘘でしょ？キャリーちゃん上がろう。ちょっと上げて。せーの。ちょっと寝かせよう、一回。寝かした方がいいのかな、こういう時。吐かないかな、大丈夫か。吐きそうなの。あ、なんか出てんね。キャリーちゃん。でも息はしてんでしょ？だって息はしてるっぽい。酔っ払ってお酒飲んでんね。ちょっと一回立たせよう。あ、さっき来た人だね。来てない。あ、来てない。せーの。キャリーちゃん。リュックが重たいかも。そう、一回外したらリュックね。救急車呼びます？いや、大丈夫です。大丈夫ですか？息してんでしょ？息はしてますか？呼んだ方がいい？どう？もう全く起きない状態だともう結構危ない。泥酔ってこと？もう呼んだ方がいい？話聞く限りだと結構飲んでるみたいなんで。私も飲んでたけどね、同じぐらい。結構の
飲んでた。いや、急性あるのかな。の可能性は。急性だったらもっと震えたりとかさ、暴れたりするね。キャビーちゃん？でも寝ちゃってるもんね。どうだろう。全然起きないもん。とりあえず起こしてあげようかな。このカバン外してあげよう。外れない。外れない？みんな待ってて。いびきかいてる。いびきかいてるだったら大丈夫だ。タレちゃん、暑い？大丈夫ですか？タレちゃん、タレちゃん、あ、起きてる、動いた今。今すぐ動いてる。タレちゃん、タレちゃん、お客さんは大丈夫ですか？タレちゃん。そんな寝ちゃうことある？すごい飲まれ弱い。いや強いみたいですけどね。あ、そう。救急車呼んだ方がいい？呼んだ方がいい。呼ぶ？脱水症状のアルコール中毒だって。これキャリーちゃんのこれ。あ、それ私のです。これ呼ぼっか。そしてこちらで呼びます、ね。うん、お願いします。そしたらお酒飲んでも全く動かない状態で。でもお酒強いんだけどね。弱い。どうなんだろう。弱くはないと思う。でもなんか飲んでる時に眠たそうにしてた。あ、そう。もしかしたらお腹すかってる状態で結構、ね、ああそうですね、最初の方はそうですね。で呼んでもらっていいですか？念のため飲んだ方がいいね。脈は脈。あ、って全然わかんない。わかんないね。あ、でも息はしてんね。なんかいびきみたいなの聞こえた。でもいびきってやばいのかな、逆に。いびき危ないのかね、逆にね。ちょっともっと立てかけてあげようかな。私たち支えてあげようかな。あ、なんかよだれ出ちゃってんね。ダメかな。よだれ出ちゃってる。あ、でも息はしてんね。お水飲めるかな、この状態で。してるか。冷たいのがあるかな。冷たいのある？横に逆にした方がいいのかな。寝かせるじゃん。横にした方がいいって。あ、そのまま私の膝に。そのまんで足も伸ばした方がいいの？足も伸ばした方がいいの？足は窒息しちゃうんだって。立ったまま、うん、横に寝かしてあげた方がいいかも。しまってね、これちょっと携帯がバックにして、そうだね、枕にしてあげた方がいい。せーの。ゆいじゃん。あ、起きた？起きた？起きて。ゆいちゃん。ちょっと今電話かけてこないで、マジで。あ、今駅員さんにいました。お酒飲みすぎちゃって。あ、お酒飲みすぎちゃって。今口元が今どういった？大丈夫？ただ今呼んだのでと、あ、目が見てる。ありがとう。すいません、申し訳ないです。体は熱い。
結構ね、テキーラとか飲んじゃったね。お腹空いた状態で。ああ、だと、結構危ない。お酒は多分強い。私も結構同じぐらい飲んでる。あ、そうなんですか。私の方が弱いんだけど。あれ、すごい、いびき。いびき？いや、すごい、すごい。え、あ、いびきかいてる。でも、いびき危ないのかな、逆に。どうなんだろう。ちょっとよ、今呼んでもらった球。はい、今呼んでますので。体はちょっと冷えてる、なんか濡れてる、汗が汗で冷えてる、温度下がってる。あ、でも耳かい大丈夫かな。体勢、体勢はどうしたの。横、横向きで、横で、あの、これ119マスルって言って、あ、わかりますよ、うん。意識あるかな。意識はちょっと失礼します。脈薄いっすね。脈が薄い。まあでも、あ、今しっかり取れてますね。今いびきかえてる、うん、今救急隊みたいな、うん、飲んだのはね、テキーラ3、4杯、あとビール3杯ぐらい、エストロング3杯ぐらいかな。あ、近日、ご登場します。30歳女性の方で、ストロングどんぐらい飲んでんだろう。私と会う前にね、弱いの、キャリーちゃんって弱いですね。でも今広報陣にお願いします。はい、なんちゃん言ってあるから。あ、ありがとうね、ありがとう、ありがとう、本当に。これがすごく見てない。私はね、トイレちょうど行ってたんですよ。で、釣りの子です、ね、探し、あ、釣れです、です。で、探してて、うんうんうん、今見つけたんですよ。そしたらお友達がちょうどいて、お酒ね、テキーラ3杯、ストロング3本ぐらい、ビール3杯ぐらいですかね。でも強いって言ってたかな。急性かな。テキーラ、何度のテキーラ飲んだ。普通のテキーラ、あの、ショットの。リップの状況はただ、寝てるだけで、寝てるだけ、血圧とかもちゃんと脈取れてるので、今80代以上は。あ、これあれだな、生活も。でもね、なんかね、途中で眠そうに寝ちゃったりとかしてたんだよね、お酒飲みながら。あ、ほんと。でもどうだろう、一応強いので、特に何か勇気の手にとかっていうのは落ち着いてる。 お兄さんは誰。医療系。あ、医療系。ありがとうございます。いびきかいてるんね。脈はだいたい80代ぐらいで。とりあえずでも、もう呼んでもらった方がいいかな。心配だもんね。こんな、動けないし。最近に連絡して、救急センターで警備員、広報陣に回して。なしでも無理だもんな、一人じゃ。うん、気配済みで。最近には、こんな状態だもんだって。警備員、誘導マグとして、広報につけてって。これ荷物かな。ただ、送ってから、もうね、私も飲ませすぎちゃったね。週飲もう飲もうっつってね。頭とか打ってねえかな、大丈夫かな。頭は多分打ってないんですよ。大丈夫、打ってない。そのままた、あの、私たちが倒したんね。あ、そう。そのまま立ただ来た時も結構立てかけて寝てた感じです。いや、倒れて頭打ったんで、ちょっと多分頭は打ってないんですよ。あ、大丈夫。はい、じゃあ打ってないんで、ね、大丈夫か。そう、あ、心臓マッサージ、うん、
まあ、呼吸はしっかりしてますし、脈も取れてるので、特に何かっていうよりはもう救急隊に流しちゃった方が大事って言ってちょっとね、体がね、冷たくなってきちゃってるね。そこはちょっと心配というか。キャリーちゃんリスナーっている？寝ちゃうの？いつも酔っ払うと酔いつぶれることある？こうやって寝ちゃうこと。キャリーちゃんリスナーいない？この中で。ちょっとキャリーちゃんリスナーだけ答えてほしい。薬を飲んでるみたい。何の薬を飲んでんだろう。お薬手帳があるの。メンタル系の。なんかお薬飲んでるみたい。それで酔っ払っちゃったかもしれない。メンタル系のなんか更新剤かな。とりあえず救急車呼んでもらった。ないからね。ずっといびきはかいてってる。救急車呼んだ。駅員さんと。到着し、お願いします。荷物は私持ってこうかな。あれ、お友達ですよね。今日初めて会った。あ、今日初めて出会いなんだけど。あ、なるほど。上野で遊んで、あれ、お酒とか飲まれてます？酒飲んでます。あ、なるほど。何時ぐらいかな？ギリギラ3杯ぐらい。ギリラ3杯ぐらい。誰かお知り合いの方とかいます？こちらの方だけ。もし救急搬送を試すと思うんだけど、一緒に。あ、ついてきます。